皆さんこんにちは。今回は糸ひばの剪定についてご紹介したいと思います。糸ひばは難しいというイメージを持っている方もいるかもしれませんが、初期の段階できちんと道筋をつけてあげればそれほど難しい木ではありません。枝先にこだわらず枝の流れ自体を見直すことを一度やってみてください。そうすれば年々手入れは楽になるはずです。皆さんはおそらく枝の流れを正すということができなくて悩んでしまうのだと思います。今回はそのことに主眼を置いて進めてみたいと思います。街でよく見かける糸ひばは枝先ばかりいじられて塊のようになっています。糸ひばの特徴が生かされていない木をよく見かけます。私は糸ひばは右のような姿であるべきだと思います。枝の流れを明確にして枝先まで素直に伸ばしてあげると糸ひばらしい姿になるのではないかと思います。とは言っても毎年伸びてくる枝先をどんどん先へ先へと伸ばしていってしまったら木はどんどん大きくなってしまいます。ですから切り戻して木をある程度の大きさに保つことは必要です。また幹からの距離だけの問題ではなくて枝の横の広がりがあまり広角になってくると他の枝と干渉して交差枝ができたりします。枝の長さだけではなく枝の広がりの角度も調整していかなければなりません。だいたい60度ぐらいの角度に枝の広がりを抑えておけば隣や上下の枝と干渉しにくいと思います。ひとまとまりずつの枝の広がり角度、それから幹からの距離、この両方を考慮しながら剪定していきます。去年より大きくなった輪郭を元に戻そうとしてこんな乱暴な詰め方をしてしまうと切られたところから一斉に芽が吹いてしまいます。出てきた芽先をまた詰めてしまうとそこからまた枝が密集してどんどん塊になってしまいます。濃くしたくないのなら芽先は切らないことです。小さくしたいときは枝先で切らずに中の方の枝分かれなどで切り戻して小さくします。そこから新しく出た芽が輪郭を形成します。木の奥の方で吹いた芽はそのまま放置していけば枝になっていきます。生かす枝ならばいいのですが隣に干渉していくような枝になるようでしたら早めに取らなければいけません。これらのことを考慮しながら毎年手を入れていればそれほど乱れることはありません。最初の例は私が2012年8年ほど前から手を入れさせていただいている木です。ほぼ毎年私が手を入れていますので数年後に使う枝なども予想しながら作っています。木の癖なども把握していますので大変やりやすい木です。ほとんど木の大きさを変えずに維持できていると思います。木の大きさを維持するには切り戻し剪定が必要です。そのためには切り戻せる枝を数年前から用意しておかなければなりません。中枝を全部取ってしまっていたら切り戻したいときに切り戻しができません。
中枝があればここで切り戻しても良いですし、もっと中に枝があればここまで切り戻せるということですね。三つ股になっている枝は格好が悪いので二枝にします。このような時、真ん中を抜いてしまうと鈍角枝になってしまいますので、左右の2本どちらかでなるべく鋭角な枝を作ります。このようにして一昨年の手入れを終え、それから芽が吹いた半年後の様子がこちらです。この程度にまとまっていれば剪定は不要ですので、このお宅でも毎年冬に年1回しか手入れはしていません。そして前回の手入れから1年経った様子がこちらです。枯葉も増えますから、やはり1年に1回は手入れの必要な木だと思います。ここで先ほどお話しした広角枝の処理についてです。右の方に広がりすぎていますので角度を狭めます。ここも右の方に張り出している枝がありますので、これ以上広がっていかないようにこの細い枝に切り替えます。残す枝は枝の股のところをきれいにしてやると見栄えが良くなります。これを放置してしまうと団子状になってしまいます。
細かく言えばこういう部分もやがて広角枝になっていく可能性を秘めていますので、細い枝のうちに修正しておきます。この左奥にある左に行っている枝も広角枝ではあるのですが、左側に枝が欲しいのでこの場合は取っておきます。将来不要になったら取りましょう。道路側に出過ぎているのでここまで切り戻します。輪郭を小さくしながら枝の角度を調整します。上下に重なりすぎていますね。
この間延び枝を抜きましょう。まだもう少し抜きたい枝もあるのですが、この辺の高さは目隠しにもなっているので加減します。このようにして剪定が完了しました。次に別のお宅での剪定例をご覧いただきます。どうしても高さを下げてくれと懇願されたので、仕方なく幹を切断してガクンと高さを下げました。これは広角枝ですね。左奥の枝と交差枝にもなっています。こういう枝は落として両分を守らせます。家側に回ります。この枝はもう枯れてしまう枝ですね。枝分かれをたどって、この右側の枝は生きているようですのでここで切ります。これもひとまとまりの枝の中での広角枝です。
このように下から見ながらやると枝の流れが分かりやすいかもしれません。剪定例をもう一つ入れておきますので、お時間のある方は見ていってください。前回の定例が2018年でしたから丸2年空いた現場です。1年以上間を空けてしまうと、このように枯れ枝や枯れ葉も増えてしまい、剪定の手間もいつも以上にかかってしまいます。
剪定バサミばかり使っていますが、本当は木バサミで手入れする木ですね。やはりあまり間を空けてしまうと大変な作業になってしまいますね。枝先の細かい剪定については以前糸ひばの1でご説明したことがありますので、そちらを参照なさってください。鈍角な枝分かれを作らない、広角枝を見逃さない、枝先を詰めない、枝分かれの股の部分はきれいにする。これらのことに留意して剪定してみてください。ご視聴ありがとうございました。ここではフィボナッチ数列を深く掘り下げるということはやめておきますけれども、ご興味のある方は調べてみてください。もちろん私はこの数列に従って剪定をしようと思っているわけでは全くありません。そういう考え方